安倍淳は日本の元男子バスケットボール選手である。島根県出身。ポジションはガード。身長178センチメートル、体重72キログラム。松江市立古藤中学校3年生児の2001年第31回全国中学校バスケットボール大会で優勝。2002年に進学した島根県立松江東高等学校では1年生児よりベンチ入りし、 全国高等学校総合体育、大会バスケットボール競技大会1回戦、全通時1戦に出場した。同年の全国高等学校バスケットボール選抜優勝、大会にはスタメンで出場し、2回戦進出。2003年、インターハイベスト8、ウィンターカップベスト16。2004年、インターハイ2回戦、ウィンターカップ1回戦。2005年、 東海大学進学。4年生児の2008年関東、大学バスケットボールリーグ戦で優秀選手賞を受賞。2009年1月、ユニバーシアード代表候補にも選ばれた。大学卒業後の2009年4月、三菱電機と契約。2014年6月、b j リーグの島ネッサのマジックに移籍。2017年6月、大阪エベッサに移籍。 2018年6月、仙台1 9アーズ2移籍。2019年7月、島根スサノーマジックに復帰。シーズン終了後、現役引退。ありがとうございます。